キバ民族征服王朝説。キバ民族征服王朝説とは、東北ユーラシア系のキバ民族が、南朝鮮を支配し、やがて弁官を基地として、日本列島に入り、四世紀後半から五世紀に、山和地方の在来の王朝を支配ないし、それと、合作して、征服王朝として、山和朝廷を建てたという説。キバ民族日本征服論ともい。 東洋史学者の江上奈美男が考古学的発掘の聖果と古事記、日本書紀などに見られる神話や伝承、さらに東、アジア史の大勢、この三つを総合的に検証した結果、提唱した考古学上の仮説である。この学説は戦後の日本古代史学界に波紋を広げた。手塚治虫が火の鳥霊名編でモチーフにし、 一般の人々や一部のマスメディアなどで広く支持を集めたが、学会では多くの疑問も出され、定説には至らなかった。支持する専門家は少数派にとどまっているとされ、今日ではほとんど否定されているともされる。なお、この説の批判者からは、騎馬民族による征服を考えなくても、騎馬文化の需要や和国の文明化など、社会的な変化は、 十分に説明可能であると指摘されている。江上奈美夫は、日本民族の形成と、日本国家の成立を区別し、民族の形成は、弥生時代の農耕民族に遡るものの、日本の統一国家である、大和朝廷は、4世紀から5世紀に、満州の松花江流域の平原にいた、冬系騎馬民族を起源とし、朝鮮半島南部を支配していた。 騎馬民族の征服によって樹立されたとする。すなわち、大陸東北部に、反応の騎馬民族が発生したが、そのうち、南下した一部が、いわゆる高栗となり、さらにその一部が、付与の姓を名乗りつつ、朝鮮半島南部に、達国を建て、またさらにその一部がくだらとして現地に残るが、一部は、から、未ま直を基地とし、四世紀初めに、津島、池を経由して、 九州北部、工場は、天孫降臨神話の日向を畜しと見るを征服し、美まな日本府を和王の直轄地とする、大和関連王,王国的な国家を形作ったという。主人天皇が、古事記に、初国知らしみ巻のスメラミこと、日本初期に、三巻入りびこいねのスメラミことと記録されているのは、その現れであり、さらにその勢力は、五世紀初め頃に、 木内の大阪平野に進出し、そこで数大聖意を古い巨大古墳を造営し、その権威を持って、山和国にいた豪族との合作によって、山和朝廷を成立したのであるとする。そして、当の朝鮮半島南部への進出によって、白月の絵の戦い、日本が、その出発点たる、南部朝鮮保有を断念するに及んで、山和朝廷は、 日本の土地の古来からの伝統的王朝たるかのよう主張し、そのように危機を編纂したものであるとする考古学説が、工場の基民族征服王朝説の概要である。ここで注意すべきは、工場は、現行のように大陸基盤民族が一気に九州、または日本を征服したと見ているわけではなく、長い年月朝鮮半島を支配して移住した民族が、 情勢の変化により筆足したことにより、長期間かけて日本列島を征服支配したとしているのであり、大陸騎馬民族が一気火星に日本列島を征服したことを前提として、それを否定するもの、工場への批判としては適切でない。そして、工場は騎馬民族が農耕民族を征服支配した場合には、徐々に農耕民族に同化するものとしている。 それがゆえに、工場は、大和朝廷を騎馬民族によって成立したと見ながら、日本の民族の形成は、弥生時代にまで遡ると捉えているとされるのである。このような工場の学説は、遺跡遺物などによる文化習俗と文献を総合して主張される。文化修復面では、四世紀後半から七世紀後半頃の後期古墳文化におけるそれは、北方的、無人的、 軍事的であり、弥生時代の南方的、農民的、平和的なものの延長であった古墳文化と団があることを根拠とする。文献的な根拠は、危機や新旧当女など多岐にわたる。以下、主な文化修俗的根拠及び文献的根拠を紹介する。断定的に記述するが、古墳時代の区切り方なども含めて、工場の学説であり、 学会において反対があるものもあることを承知されたい。反論としては、などが挙げられる。日本には、弥生時代後期から古墳時代にかけて、和国と大陸や朝鮮半島との交易や戦果を契機に、騎馬文化が流入したとは言えるものの、それは主体的、選択的なものであって、征服による王朝交代によって、いやなく受容したものであることを示すような文献資料。 考古資料は見つかっていない。工場は、上記のような反論や疑問に対し、1964年、東北大学日本文化研究所のシンポジウム、日本国家の起源や1989年のサハラ、シントの討論で一部これに答えている。それによれば、騎馬民族は、農耕民族とは異なって柔軟で適応性が強く、日本の原住民の、 歓迎を受けて平和的に進中し、征服地で非征服者の言語や母性を取り入れたが、征服者の数は少数で、騎兵だけでなく、不評をもともなっていたという。また、騎馬民族の中には、虚勢を行わない民族もあるから、日本にこういった習慣が残らないのも不思議でないとしている。1五十二年、文献史屋の水野優は、日本古代王朝史論助説を表し、 それまで、神武天皇以来、日本が万世一系の天皇によって統治されてきたという、通年を批判し、古事記の法年監視、危機の天皇史号、日本初期に示された空位の分析、検討などの実証的な研究をもとに、古代日本は血縁関係のない三王朝によって支配されたとする、三王皇大説を唱えた。そして、この三王朝を合わせて、 大和朝廷の称号を拝して、日本古代王朝と称した。三王朝とは、スジ天皇を祖とする、スジ王朝、皇王朝、主教王朝、仁徳天皇を祖とする、仁徳王朝、中王朝、征服王朝、京大天皇を祖とする新王朝、統一王朝の各王朝である。水の説は、井上光定によって、寝起き場民族説と命名されたが、それは、 水野が、牙の種族を有する種族の日本列島侵入を、工場が唱える四世紀初頭よりもにないし三世紀以上、古くさか乗らせて考えるならば、その列島へのトライは、ある程度認めても良いとしたからであった。後に、水野は、紀元前二世紀以前ならば、ツングース系の種族が、人種移動し、一時的ではなく、完結的に少しずつ、日本列島に土着し、 原住民と根血を重ね同化したという考え方は認めてよいと言い換えている。水野自身は終始一貫して騎馬民族による日本列島の征服と国家の建設とを結びつける学説には賛同できないと主張しており、それゆえ井上光貞は水の説を工場の騎馬民族征服を調節変わり得る学説という意味も込めてネオ騎馬民族説と呼称したのであった。 三王朝交代説において、水野は、仁徳王朝、中王朝を九州より山和へ移動し、さらに、山和を根拠地として、時代以降も継続して、東方を計略を目指したと見る立場から、主教王朝たる、皇王朝、統一王朝たる、新王朝との対比から中王朝を、征服王朝と、性格づけたのであって、そこにおける、征服とはあくまでも日本列島内のことであり、 ここでは、騎馬民族、騎馬文化は全く考慮されていない。水野自身は、騎馬の種族は、戦闘において、戦車を馬に引かせる技術よりも後に発達したもので、あって、騎馬民族とは、戦闘において、常に、集団的な騎馬戦法を主体とする種族であるとし、日本においては危機においても、後世にあっても、そのようなことがなかったとして、工場説を批判している。今日において、 水野の三王朝交代説は、工場の騎馬民族征服王朝説とは、あらゆる点で主張が異なるのみならず、多くの点で主張の対立が見られ、これをネオ騎馬民族説と称するのは、適切とは言えなくなってきている。騎馬民族征服王朝説は、古墳時代重要の変革を、新しく大陸からト来した騎馬民族の征服によって説明しようとしたものであり、 岐阜和人伝は第30巻に廃される三国史からスマ、非、東夷伝が記録する4世紀から5世紀にかけての北方騎馬民族の満合から朝鮮半島にわたる農耕地帯への南下農耕民との根血、既存の文化との混合による建国という東北アジア世界における大きな民族移動の動きを踏まえて構想された仮説だとされている。しかし、 工場の唱える、付与航空陸だら達つ王という南進ルートについてはいくつもの検討課題が残されている。まず、付与については、四季などの記載によれば、Y 族の地の一部に付与族が入ってきて、そこに残った Y 族を支配するようになった可能性もあることから、征服王朝的性格が皆無とは言えないが、銀史によれば、その民は到着し、遠いの地域で最も平坦で、 土地は五国に適している。性格は勇猛であるが慎み深く、他国へ侵略しないとあって、農耕主体の定住民であり、侵略も好まず、また実際にその後に南化したという記録も存在しないという事実が挙げられる。また、富裕族が南化して、高句麗を建国したという伝説も、近年の理性史の研究によれば、北、富裕を奪取した高句麗が、 神父の付与族との融合と付与の給料を占有することの正当性と歴史根拠を主張することを目指した政治的意図によるものであったことが明らかにされ、付与と高栗の種族的系譜関係はないものと結論付けられている。考古学的知見においても高栗の母性が関石塚主体であるのに対して、付与の母性は土公母であり同族関係である可能性は 極めて低い。クダラにおける、不予期言説もまた、後進のクダラがコークリとの同源を主張することによって、コークリとの対等を主張した政治的主張であり、事実とは考えられない。クダラの場合は、三世紀から四世紀にかけて、コークリ族の南化を想定する余地はあるものの、その場合でも、達王に結びつくことは、年代的にも考えられない。 達王もまた、付与とは、無関係で、馬漢人であり、しかも漢族全体に君臨した政治的君主であった。記録はなく、武田幸男の実証的な研究によれば、政治的、軍事的活動とは異なる、諸国間の長を担当する特殊剣道を有する王であり、支書であった、決死国も、朝鮮半島中部、景気道南部、または、中西南道北部にあったと考えられる。 この王を日本列島に渡る基盤を形成していた君主とみなすことはできない。従って、工場の考古学説の一部である朝鮮南部に日本の王朝の血筋を求める説に関しては極めて根拠が薄いものと結論づけられる。もとより白月の絵の敗戦で和国、日本が朝鮮半島から完全に撤退するに及んで、 朝廷は日本古来の伝統的王朝たることを主張し、その意図をもって危機の編纂がなされたという絵の主張が無視できないもので、あることもまた確かではある。日本列島における古墳時代重要の諸変化は、急激な変化ではなく、極めて前進的なものである。これに対し、上田正明、1973年は、水野の三王朝交代説を、王仁 仁徳良天皇の代を、新朝とする見解は、ある意味では、工場説を承認するものとしており、古墳時代における前期、中期の間に変化があったとしている。ただし、工場の唱えた、大和間連合王国なる者は、称号に対する研究が十分に進んでいない、時点での臆説に過ぎず、研究の進んだ今日にあっては全く問題に、されていない。 何より、五世紀代の南朝の一王朝であるそが、認めた称号は、あくまでも総主体の称号であって、当時の北東アジア国際社会でどれほど、客観的な価値を有するかは別問題である。河内政権で営まれた、大規模な前方公園墳もまた、朝鮮半島起源ではなく、大和盆地起源であることは明白である。年では、長王の時代に、 国内城、現在の中国吉林省州安市東港にあった、都の城を、平安城、現在は北朝鮮の首都に移し、朝鮮半島へ進出した。ただし、公海道を碑文に見られるように長女王の父にあたる、公海道を検証する碑文や応募は、国内城に作られた。牙民族征服王朝説を否定する立場からは、5世紀以降、山との朝廷が、大陸から、 新しい文物や文化を受容したのは、こうした、高ーの南下政策などといった、国際情勢に対応するため、朝鮮半島に出兵し、朝鮮半島南部の鉄資源の確保を目指して、意識的、選択的になされた変化だと捉えられる。神話に関しては、むしろ、大林多郎などは、日本の神話伝説を、ベトナムや朝鮮半島、ミャンマー、 スリランカなどの神話と比較して、その独立性を指摘しており、また、国海神話などに見られるように、危機では、神話や王権の舞台として、島々、第八島を念頭に置いており、大陸に起源を求めていないことはよく知られている。近年盛んな遺伝子の研究からは、ユーラシアステップのアルタイ系騎馬民族にコーヒーインドに見られる Y 染色体、 ハプログループ CM86 が東日本ではゼロであるが、九州と徳島でそれぞれ3.8%、1.24%確認されており、騎馬民族の小規模な流入があったことを支持する結果となっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。